最後のポイントは農薬の適正使用です。使用基準とは、農薬製品ラベルに記載されている農薬の使用方法のことです。この使用基準を守れば、収穫物が残留基準を超えないようになっています。農家は農作業の内容を記録・保管することが求められています。記帳することで農薬使用基準を守っていることの証明になります。適正使用していることは、地域の作物ブランド化にもつながります。農林水産省は毎年4000件近くの農家の農薬使用調査を実施しています。2014年度は約4700の検体で農薬を分析しましたが、栽培中に農薬が使用された場合でも、農薬は収穫までの間に分解されるため、多くは収穫物から全く検出されず、農薬が検出されたのはこのうち697件で、そのほとんどが残留基準地以下でした。残留基準超過は1件だけでした。それでは農産物の残留農薬の検査体制はどうなっているのでしょうか。輸入農産物も国産農産物も、都道府県などの公的検査と輸入者や生産者、流通などによる民間検査をして消費者に届けられます。都道府県の保健所などが市場での農産物の抜き取り検査をすることを市場抜き取り検査と言います。輸入される食品は食品衛生法第27条に基づき検疫所に届け出が義務付けられ、適法な食品かどうか食品衛生監視員が審査や検査をします。検疫所の食品衛生監視員はまず書類上の審査を行います。さらに検査の必要がある場合は、実際に食品の変色や異臭、表示の確認、必要に応じて資料を取って残留農薬分析などの化学分析、細菌検査などが行われます。検疫所の食品審査に合格すると輸入が認められ市場に出ることになります。不合格の場合は輸入できず、廃棄されたり原産国に送り返されます。検疫所の審査・検査を通り市場に出た後でも検査は行われます。お邪魔しました。品物を確認させていただきました。検査結果で次第ご連絡します。はい、ご協力ありがとうございました。全国の保健所や検査機関では食品衛生法に基づく市場からの食品の抜き取り検査を定期的に行い、食品添加物や残留農薬について調べています。これは国産輸入を問わず店頭に並んでいるすべての食品が対象です。サンプルとして持ち帰った農産物の残留農薬を検査します。厚生労働省では検査の結果を全国集計しています。2004年には輸入食品も含めて243万9000件が検査され、そのうち基準値をオーバーしていたのは国産品輸入品ともに 0.01% でした。基準値を超えた農産物は回収や廃棄などの処置が取られます。厚生労働省が公表した
市場抜き取り検査の結果では、毎年300万件以上の検査を行い、検出される農薬はごくわずかです。その検出された農薬は1日摂取許容量 ADI の数パーセントであると報告されています。2014年から1日摂取許容量 ADI だけでなく、短期曝露評価として急性参照容量 ARFD も考慮して残留基準値が設定されることになりました。一生涯平均的な量を食べ続けたとしても、一時的に多量食べたとしても、その両方で健康に悪影響が生じないことになります。